はようございます。朝ごはんです。和食、うん、鮭がすごくなんか、うん、照りってて美味しそう。味噌汁とかいいよね、うん、落ち着くやつや、うん、今日私最高の目覚ましで起きたんです。どんな目覚まし言ってた。でも可愛い系のカーですよ。なんかグワーとかじゃなくて、なんか、うん、クー寄りに近いカーみたいな、うん、許せる。全然許せる。はい、今日はオープンコンペのイベントみたいな感じでやってるみたいなんですけど、うん、今日は普通にプレイして、はい、コンペに参加してテレビとかなんかいろいろ当たる、うん、商品ね、うんうん、オープンコンペってパーティーとかは多分ない、うん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 、だけどコンペに参加できる、ちょっとお金払ってね、うん、できるやつです。はい、今日早い。なんか11フィートって、うん、書いてあったね。結構早いし、うん、なんかさっきもね、なんか上りの傾斜戻ってきてたから ねパター練習してる人が、うん、なんかおやおやみたいな、うん、雰囲気になってたね、うん、今日の目標は昨日聞いたな、うんうん、スリーパットしないこと。はい、じゅんちゃんは？私もフォーパットしない。嘘でしょ。スリーパット超えてきた。ちょっとあの部屋からこうゴルフ場を縫ってあのコースに来たんだけど、うんうん、ハウスに来たんだけど、うん、なんかピンが結構奥目だったよ。嘘、うん、傾斜のところに切ったってこと？傾斜プラス奥だから本当手前手前の方がいいかも。うん、上つけたらもうサーっていっちゃうみたいな、うん、グリーンエッジぐらいの感覚で打ってグリーン真ん中ぐらいかなって感じ。分かりました、はい、じゃあちょっとパター練習しましょう。はい、朝一のパターの練習ではショートパットからやるよりもロングパットからやった方が感覚がつかめやすいです。1日ラウンドのロングパットで距離感を掴んで、こんな感じで朝一は極力ロングパッドを3回4回やって、それから短いのをちょっとずつ増やしていった方がその1日のラウンド的に感覚的にいいです。結構女子プロの試合とか見に行ってもロングパッドから始める選手は結構多いかなと思います。さっき帰ってきてたもんね、縦で。やばい、戻ってきた。あ、このあんのかな、もしかしたら。これも一打です。入ってくれ。やばい、あれは止まんない。わーすごい。我々ダブルスでもないけど、そうだね。ちょっとなんか合わせてみました。合わせてみました。まあ、こういう普通のポロシャツタイプとノースリーブタイプ、なんかスポーティーとなんか大人ゴルフコーデみたいな感じですね、うん、でバイザーはじゅんちゃんが白で私がネイビー。ネイビー。いくよ。はい、黄色い旗狙いだね。そうだね。わあ、いいじゃん。とりあえずって感じ。ナイス。めちゃいい。すぐ行きましたよ。朝一。私あのニューカレドニアのからのこれだから。そうだ、そうなんです。あとじゅんちゃんはニューカレドニアでドライバーが折れるというね。うん、よいしょー、よきシュッ。砂ぼこり上がってた今。だよね、やっぱ球が強すぎて砂ぼこり上がってた。ダメったんだよ。これをワンタッチショットという。バンカーは入りたくない。しっかり打ちたいです。
かね、やっぱ昨日の練習がやっぱ効いてる。すごいいいかも。すごくいい。やっぱ不安ないよ、練習した後は。うん、いいね。ナイス。どうだろうね、飛びすぎかな。ちょっとね、大きいかもしれない、ね。チキンだった。おお、止まって止まって。待って待って待って。やばいやばい。あ、リサちゃん。リサちゃん。待って嘘でしょ。あ、リサちゃん。こんなことってある？やばいじゃん。スリーパッドだよ。もう言ってるそばから。今日の目標は？スリーパッドをしないことです。でしょ、やっぱ4パットになるよこれ。あの目標は今見た、見た、チョンだよ、見た。本当にやばいかもよ今日。うん、そんな気がしてきた。練習グリーンの通りだね、さすが。あー、惜しい。戻ってこい。惜しかった。今今2パットか。これもでもちょっと危う。大丈夫、気をつけて。気をつけて。そんな治るの？気をつけて。そんな治んないでよ。ナイス。ナイスじゃないか。やっちまった。ここは一歩、後のためにパーを取っておきたい。よし。ね、あーし、セーフ。これいつ4パットするかわかんないわ。本当だね。特に下りは。やばいね。本当触るだけにしないと。うん、触っ、なんだろう、触っちゃいけないから。触っちゃいけない。つって、うん、つって言っただけよ。見てたよ、ね。うん、止まらないんだって感じだったね。あれやばいな、どうしようね、あの状況。出るよ、絶対。出るよね。今日本当出ると思うよ、ね、あの状況。あ、大丈夫だ。フェアウェイじゃない。すごい左行ったよ。これさ、左打っちゃうんじゃん。なんだろう、なんか狙いづらかったね。うん、侮れぬ。ジェイさんもゴルフバンドしかりよ。本当だね。あの、足がつかない海水が結構苦手で、うんうんうん、で、まずこのあれをつけるじゃん、うん、鼻を止めて、鼻を止めて口呼吸。まずそれが無理っていうことに気づいて、うんうんうん、まず大量の海水を飲み、うん、つけちゃ出て、うん、ボート。離れちゃつけてボートみたいなのを永遠に繰り返すっていう、うん、全然ホースをね、こう口に加えようとしない、潜ろうとしないわけ。もう一回見てもらったら分かるんだけど。で、リサちゃん、まずホースを口に加えて。私は立ち泳ぎしながら突然なんかコーチみたいになってたもんね。したらもうボソッとやったよとか言われて今言ったやったよって思いながらも早く口につけて。まあちょっとラフはそんなに長くないのでウッドで打ちます。出てる。大丈夫。 OK。 難しいね。てかそこは長いね。200チョイスしかないから7番で刻みます。なるほど。うまい。 OK。 ナイス。今うまく打てたんじゃないですか。ね、スパーンと行きましたね、はい、いくぞ。ちょっと右出ちゃった。止まっちゃうわ。奥ビビってる。攻められない。
まい。頑張ったね。うまい。こいこいこい。おお、ナイスタッチ。おお、おお、オッケー、素晴らしい。入っちゃってもよかったよね。本当だね。ナイスパ、はい。これはやばいよ。深呼吸。疲れた今。やばい今押したもん、ちょっと曲がるかなとか思っちゃって。うまい。いやでもいいグリーンだわ。出た？まずまずでしたね。まずまず。ハート向き。ちょっと右ぐらい。あ、そんな？まずまず。多分130よりちょっとあると思う。で7番で打ちます。ちょっと6番アイアンは自信がないので。いいんじゃない？上につけた。つけた。ちょっとでも遠い気持ちが入った今。入ったね。さっきもこの距離で板パットしたからな。だいぶ板パットでしょあれ。あ、行っちゃうよ。行っちゃう行っちゃう。あ、大丈夫大丈夫。いやなんかそんな曲がったか。いやちょっとね、ほんと打てない。そうだね。何今のお先です。はい、来た。ナイス。わー、ナイスバーディーイエーイ。なに、私もね仕留めたよ。さっきの反省を生かして。はい、ほんと触ったね。ほんとに触っただけ。5。うん、パッドがパッドがパッドせんな。パッドせな。パッドがパッドせんな。パッドがパッドせんよ青木はん。はい、こっからだから。ご視聴ありがとうございます。コメント、高評価、チャンネル登録お願いします。よろしくねー。